今現在あの母親それからひな僕は共に今のところ元気に来ております。一番心配したのはまず無事にたどり着けるかというところで、あのそれが成功したので、今すごくホッとしています。まあ、みんな元気で、ご飯もよく食べて安心というところです。ここまで1ヶ月間山の上でケージ保護事業というのを実施してきました。生まれたばかりのひなとお母さんですね、山の上に置いた人工的なケージの中に誘導しまして、そこで1ヶ月間保護するものです。やはり生まれたばかりのヒナっていうのは捕食とですね、悪天候、まあ、生まれた時期っていうのが本当に梅雨の末期に当たりますので、非常に天候が悪いとですね、ヒナ死んじゃうんですね。7月頭でも天気悪いとですね、本当に山の上だと0度近くになります。寒くて死んでしまうっていうのも多いにありえます。ですので、まあ、捕食悪天候からそのヒナを守る、まあ、ケージの数を増やせばいいんですけど、マンパワー的に非常に難しいので、まあ、そこを動物園にご協力していただいて、動物園でも繁殖させて、ヒナを増やして、その家族を、まあ、また山に戻すということをやればですね、現地でのケージ保護プラス動物園からの個体を、まあ、足すことでですね、より早期に中央アルプスでのその個体群っていうのを復活させようというような計画になっています。立山のリフカと違って急峻なので、そこを探しもらったり、この経緯に終了したりする作業ってやっぱり、まあ、どこでも非常に大変な作業ができたので、ああいう大変な作業をされて生き残ったグループですから、それをなんとか成功させるという責務を感じています。まあ、丸々1ヶ月間、まあ、約40日間ぐらいですね、定時刻を実施してきましたので、娘を嫁に出すような、まあ、それぐらい期待と不安とやはり大きいものは ありますけれども、佐藤園長はじめですね、那須動物王国の皆さんの、まあまあ、準備と、まあ、熱意にお任せしてですね、協力しながらやっていければというふうに思っております。我々がそうですから、愛称たちが山に帰ってくる、まあ、幸せな実家、サボ会ですかね、その日を迎えられることをもう楽しみに、今日から頑張っていきたいと思っています。